短期月森は車を下げました。誘導の後ろ4番の岩井良平に変わっています。1番の高松は中段キープ、3番手、3番の月森がすんなり下げての5番手、2対2対3の形と変わっています。2コーナー回ってまだ誘導に残っていますが、ここで誘導退避、4番の岩井良平先頭の位置、そして5番手から巻き返してくる3番の月森良介、3番の月森と4番の岩井両者の対決は4コーナーカーブ叩き切るか。3番の月森良介、月森ホーム叩き切ってかまし切りました。後ろ5番の小谷博士、そして6番の高浦雄一まで引き切るか。叩かれた4番の岩井良平が中段の4番手、1番の高松直光は後方の6番手、2コーナー回ってバックは縦1本、そのバック4番手から4番の岩井良平まくっていきます。まくる4番の岩井良平、仕事をする5番の小谷博士、岩井のまくりはちょっと2番手アウトコースいっぱいになりました。6番手から踏み込んでくる1番の高松、4コーナーから直線です。先頭3番の月森ですが、外目から5番の1番高松も突っ込んできました。